こんにちは、とびあけチャンネルです。カメムシ、皆さんどこの地域でもそうなんですけど、僕ら赤い岩でもそうなんですけど、結構発生してるみたいなんで、注意してください。僕も昨日ね、摘雷してて気づいたんで、何個かこう拾ってきたんですけど、これです。ちょっと見えるかな、アップにして。これですね、これ、後で写真差し込めるかな。これね、気づかずにそのままこれに袋かけちゃうと、桃が出来上がった時に、こうなります。なので気をつけて、摘雷するときにしっかり見てね。カメムシね、吸ってるんですよね、これ桃もね。あれ違うな、これは鳥がつついたのかな。これだけなんか一個違うっぽいね、この辺のカメムシですね。はい、これとかね、こんなことになるんですよ、カメムシに吸われると。なので、こういうの 見かけたらね、必ず、本摘雷の前に、取ってください。しっかり見極めて、いい桃に、袋かけてくださいね。こういうのは絶対に見かけたらすぐにもう落としてください。全くね、商品価値がなくなりますので。はい、それではね、カメムシ注意ということで、カメムシの防除もあります。防除歴に多分入ってたと思うので、その辺の詳しいところはね、また店長の動画見ていただいたら、どういう薬が効くのかなとかわかると思いますので、はい、それでは今日はこんな感じでね、カメムシ注意報でした。どうもありがとうございました。